ファロー市長賞とは、1672年に、デンマーク人医師、ニールス・ステンセンが提唱し、1888年、フランス人医師、エティエヌ・ルアルジュール・ファローにより、チアノーゼを起こして、全身の皮膚が青く見えるブルー、ベビーと呼ばれた子供の症例から報告された、先天精神機系の一種である。ファローは当時、 ブルー病と呼ばれたチアノーゼを伴う心臓病の心臓について調べ、論文、ブルー病の解剖病理への貢献でブルー病が少数の完全に明確な心臓機形の結果で74%は次の主張を示すと後に彼の名を取ってファロー主張症と呼ばれるものを挙げた。また、当時はチアノーゼの原因として心臓の中核欠損によるという説があったが、ファローは 中核欠損だけではチアノーゼが起きないと指摘し、さらにこの危険と思われる症例は18世紀以来、少なくとも50例以上文献に記載されているとした。ファローの主張が一緒に起こる原因は発生の段階で、肺動脈と大動脈の二つを分ける、動脈肝炎水中核が前方に変異することで連鎖的に生じたものであるが、厳密には、主張のうち、この症例に、 特徴的なチアノーゼ症状を引き起こしている本質要素は肺動脈狭窄と心室中核欠損である。循環器の発生において肺動脈と大動脈は最初は共通の動脈幹として一つの脈管であるが動脈幹に流気が生じそれが螺旋状に成長し動脈管中核として二つの動脈を分けるまた心塩水でも左右を分ける塩水中核が形成される この二つの中隔てが融合して、動脈肝炎水中核として、右出流出路と左出流出路を分ける。この中核が前方に変異したものが、ファロー主張症である。動脈肝炎水中核の前方変異により肺動脈が強作するとともに、その分だけ大動脈が拡張する。一方で、動脈肝炎水中核が変異のために、 心室側のホラブ中核が融合できないので、心室中核欠損を生じる。通常の愛ン面ンじゃ化していない、心室中核欠損では、左室圧の方が、右室圧より高く、左右短絡を生じ肺高血圧となるが、ファロー視聴症の場合は、肺動脈狭策があるために肺に血液が流れ込みにくく肺血流量は減少するとともに、右室圧と左室圧が等しくなり、 右左短絡を生じ右心室からの静脈血が、心室中核血損を通じて流れ込むので、チアノーゼが起きる。また、通常の心臓に比べると、右室圧は高いので右室肥大を生じることになる。ファラオ市長症の約15%は22911.2、血質症候群、約25%は右側大動脈弓を合併し、また、約15%は、 肺動脈閉鎖に至っている極型ファロー、視聴症である。なお、極型ファロー視聴症でない場合は、出生時の右出流出路強策は強くなく、心臓が発達するにつれるオート部の飛行で強策が強くなるので、生後数ヶ月で徐々にチアノーゼが悪化していく。チアノーゼも停している、ファロー視聴症成人患者のバチ指聴診では、収縮気雑音が認められる。 心電図では、右軸変異、右質被害を認める。心臓超音波検査で診断。酸素投与、輸液、塩酸モルヒネ、重炭酸ナトリウムベータブロッカー自然治癒はしないため、手術を要する。根治手術は以前は、ある程度の成長を待ってしたが、現在では1から2歳前後の手術が一般である。極型ファロー視聴症の場合は手術時期などが異なる。 場合があるのでそちらを参照。なお、ファラオ市長症は、チアノーゼ精神疾患で、最も頻度が高い。P174、概念例として、もしくは、エイサイアナティックファロトも。P247、一実法の名前は手術者、アルフレッド・ブレーロックと発案者、ヘレン・ブルック・タウシグの名前を取ったもの、表記揺れで、ブラロック・トーシヒ手術とも、これ以外に下行大動脈と、 肺動脈を人工血管で結ぶ、ポッツ・スミス変法上行大動脈と右肺動脈の紛合をする、ウォーターストーン手術、上行大動脈と種肺動脈を人工血管で結ぶ、セントラルシャントなどもある。P249、下下治療、短絡手術、なお、ブレイロクタウシック手術は、 先天精神疾患の外科手術としては、歴史が長く1944年に初めて行われたが、当初は心臓そのものをいじる根樹手術がなかったため、この手術は待機目的ではなくこれ自体が治療だった。看護のための最新医学講座第3巻、P250 の原文マママイナス 1SD 以上の場合に、このような方法を行うのは、 物質切開を避けて、肺動脈弁の温存を行うことで術後成績を良くするためである。P159P174、概念、ハット P159 から160、G ファロシ長症ハット P175、病態生理 P176、症状、ハット ABCDEP176、症状 P176177、P 17 6, 17 合併症ハット P247 症状と初見高まずほか脳梗塞を契機に発見された成人ファロシ長症の一例超音波検査技術201237540から 546P179 外科治療ハット P250 から251外科治療根治手術ありがとうございます